りねぶた祭りを行います。青森地方、スカイという八甲田の近くがありますが、
積雪もう2メートル近く超えております。ただそのパワーを今日はですね東京ドームいっぱいに繰り広げたいと思いますので、どうか最後まで皆さん一緒にねぶた囃子楽しんでください。お願いします。それでは私の方から青森ねぶた祭りをご紹介させていただきます。ねぶた祭り見たことある方いらっしゃいますか？ありがとうございます。ねぶた祭り紹介させてもらいます。ねぶた祭りはねぶたの出し、羽と囃子方、この3つが揃って青森ねぶた祭りでございます。そして今日は羽との説明をさせていただきます。羽とはなんと今日100人超えでございます。地元青森からそして首都圏からたくさんの方がこの東京ドームでねぶた祭りはこういうものだと見せるためにやってまいりました。そして羽とはなぜ跳ねてるか、それはねぶたが災いをにらみつけ、そしてその災いを羽とが蹴り飛ばす、そんな言われがあります。その羽とは頑張れるように皆さんに掛け声をいただきたいと思います。簡単です。ラッセーラーラッセーラーラッセーラッセーラッセーラーと皆さんには後ろのラッセーラッセーラッセーラーをいただきたいです。そのことで皆さんの災いも跳ね飛ばされると思いますので、ぜひ掛け声をお願いいたします。それではいきますよ。ラッセーラー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 、ありがとうございます。それではいきます。青森ねぶた、いざ出陣。Thank you.
開催されますが、約 3.2km のコースをねぶたが青森の街中を所狭しと練り歩きます。3日から6日は夜の運行、最終日の7日は昼の運行の後、夜はねぶたの会場運行と花火大会のコラボレーションで感動のフィナーレを迎えます。
祭り本番にも出陣したねぶたで、祭り終了後に一度分解し、今回の東京ドームのイベントのために保管し、大型トラック7台で青森から運び、ドーム内で製作したものです。ドーム内でも迫力ある運行を行うこととしていますが、祭り本番の迫力を感じるためにも、ぜひ8月2日から開催される青森ねぶた祭りをご覧に青森へおいでいただきたいと思います。Yeah.